はい、それではですね、今回は、マインクラフトをやっていこうと思いますんで、よろしくお願いいたします。では行きましょう。さあ、ということで建築の、第3回目ぐらいですか、今回。前回ね、こうコンクリートで、まあ、壁作りまして、なかなか様になってきたなというような、感じでございます。はい、ということで、今回はまずここ畳にしようということでね、畳部分ちょっと作っていこうかなと思います。さあ、当店本日必要なものは、小麦ですね。小麦で、藁を作ってね、こう、また畳感というものをちょっと出していけたらなと、思いますので、早速、小麦を取りに行きましょう。まあ、ここのね、村人のもの買っちゃってもいいんだけど、ちょっとまあかわいそうなんで、だけど買っちゃうか、今日な、もうな。え、ごめんな、ちょっと借りよう、これ。あ、ごめんごめんごめん、これごめんごめん。買いづらいな、お前ら、いっぱい。そんな、こんなとこいっぱいいると。結構ね、ジャンプするんだよね、なんかね、最近の村人で、みんな。結構ね、こう、うん、前、こう、耕されていない、ところとか。多いんだけど。オッケー。これ足りるかどうかわかんないんでね。ちょっと一応上もちょっと34かなんないな、多分な。行きまーす。はい。まあ上も結構ね、育ってますね。買っていくか。で、種を植えていきます。これで結構小麦も今取れたんで、何個あれだよね、その俵っていうかさ、あれが必要かっつうことなんだけど、とりあえずこれで大丈夫かな。いったん、まあ、足んなかったらまたね、取りに行きましょうか。では、下へ戻ります。これね、去っていかないとダメージ取るやつ。怖えなぁ。まあ種はちょっといらないので捨てていきます。よし、ただいま。で、俵を作るんですけども、俵ってこれどこ？あ、あったあった。あ、どうぞ。とりあえず作れるだけ作ります。17個。あ、これ余裕だな。多分これ全然足りますよ。あ、横。あ、向きあんのね、これね。こうだわ。こう、縦向き。あ、でもそうか、横に置いてこうね、模様を出すみたいな感じも、あ、そうか、この模様でちょっと畳感を出すっていうのもまあありだな。ちょっとねとりあえずこうなるのか、
これ畳のちょっと張り方って あるよね。畳、はいはいはい。まず、2対1になればいいのかな。これ2個1ってことだ。これ2個で1個ってことね。最初はちょっとな。まず、こうだわ。横2個と、1、2、3、4。まず1、何個あるかな、まず横がな。そっからちょっと考えないといけないな。あ、暗いな。とりあえず、1、2、3、4、5、6。6あるのか。あ、結構あるね、横ね。一回寝たいんだけど、まだ寝れないか。もうちょっといける。じゃあ6でしょ。じゃあこっちもこれで1、2、3、4、5、6。あ、全然足んねえ。全然足んねえ。17個全然足んねえわこれで。こっち向きね。あ、終わった。取りに行きます。寝ます。その前に、全然足んねえわこれ。どうする、どうする。懐かしいな。全然足んねえわ。よし、再び屋上で行きましょう。小麦はね、いっぱいありますんでね。また、ね、持ってきます。はい。で、まあね、余ったら分解しちゃえばいいんで、問題ないです。はい。と、一応今回は、12畳の、まあ、畳のね、祝儀式というものを、まあ、モデルというか、あれでちょっとやってみたいなと思います。あと、まあ、畳基本的にね、縦横が、まあ、2対1 1対2どっちを縦にするかっていう話は、まあ、あるんですけども、基本的に今、2対1の大きさなんですが、ちょっと今回ね、そんなにこうぴったしにはならなかったので、若干、比率が3対1になってるんですが、ここは、ご了承ください。いっぱいできたよ。よし、じゃあ、敷いていきます。こちらもこれで OK と。まず周りこれな感じですね。一周ぐるりと回ります。次、真ん中にこれを敷き、横ですね。ここ反対側も同じような感じ。で、そっか、これも、これね、一個内側でもいいかもしんないね。だからここをこう敷いちゃって、横向きなんで、こうこうこうか。
わあ、全然畳感ねえ。畳感ゼロ。そっか、これでいくとこうなるのか。畳っぽくはね、なってはいるんだけど、こっちだったらこうだな。ああ、なんかそれっぽい感じにはなった。そしたらこれでいっか。いい感じになりましたね、それっぽくね。オッケーオッケーオッケー。完成です。よし。じゃ、畳これで OK 牧場です。あとは、コンクリかな？コンクリでちょっと、そっか。部屋の中は、でどうしたいんだろう。内壁だよね、部屋の中のさ、壁仕切り。検索。画像を見ると、ああね、外観の画像はね、いっぱいあるんだけど、その内装っていうか内側の画像って少ないんですよね。でもコンクリの塩にしている人と、あとは、外、何、砂にしている人もいるんだよな。あ、砂もまた味があっていいけど、どうしようかな、コンクリ。みんなコンクリなんだよな。ちょっとコンクリでちょっと行ってみますかね。まあ、砂もあるんでできるんですけど、ちょっとじゃあ情報を試しましょうか。今まず砂バージョンですね。砂だと結構なんだろう、こう感じですよね。こう、なんだろうな、一般家庭的な感じの、そんなに、土壁みたいな感じになるんですけども、コンクリだと、まあこれね、これに、あとまあ水かければいいね、こんな感じの塩になるんですけど、これな、どっちもまあ、ありは、どっちもありはありなんだよな。うわ、こういうところもね、こだわっていかないといけないですよね。土壁か。でも今回コンクリでいきますかね。そしたらね。じゃ、コンクリでいきましょう。こんな感じですね。まあね、まあ日本家屋なんで、そんなに壁の高さは必要ないので、まあこんな感じの高さでやっていきます。水、それ家の中に水バッシャバシャ今やってるってわけなのね。
これはひどいわ、ちょっと。OK、これで。ちょっとこの辺もね。平和木材で柱作りとしていきましょう。柱？じゃあ、梁。梁ですね。いい感じ。これでだいたい大まかな1階部分の内装は完成いたしましたね。あと2階部分に入っていくわけなんですけども、非常にいい感じですね。いいですか、2階のこの上もコンクリが必要なのか。コンクリがいっぱいあるんで使いたい放題なんですね。ああでもこれだけでもね、かなりね、いい感じにできてる気がしますよ。かなり今のところね、玄関くぐって入ってきた感じのところとか非常に良かったですね。また暗くなってきた。OK、これで1階部分の土台というか、こう形、骨組みというか、そういうのは完成いたしましたね。うん、いい感じ。ほら、もうここ入るだけでもかなりいい感じでしょ。よし、じゃあ次。2階部分に取り掛かるか。とりあえずね、ちょっとね、いろいろとね、1階部分の屋根とかどうすっかな。まあ、石を使うのが、まあね、普通だと思うんですけども。これ屋根が一番多分難しいんだよね。玄関のところはね、またちょっと形が変わるんですけども、ちょっとじゃあ屋根作りしてみる。うちも木材もね、足んないんで、まず借ります。一応ね、こうね、木材を栽培職員しながらこうね、まあ、できるっていうのは非常にいいですね。大丈夫かな。たまになんかすごいでかいのができるんだよな。こんな感じで。みんなね、ちょっとこれぐらい背の低い感じのやつがたくさんあると非常にいいんですけども、
高さ、ここは限界ですね。すげえな、量が。そこにもあるのか。うん、これで、OK かな。見えないですね。いってるんで、おそらく大丈夫でしょう。あとは石を取っていきます。石は石レンガの方がやっぱ多分綺麗なんだろうね。石レンガいっぱいあるんですよね。で、丸石もあるんで、丸石のね、あれも持っていきますけども、いっぱいだー。ちょっとまた、植林していきます。こんな感じでいかがでしょうか。ただまあ屋根をつける位置だね。まずは石レンガに変えます。玄関だけちょっと、張り替えますね。あ、いい感じになったね。いい玄関、ナイス玄関。そして階段ブロックを作って屋根作りたいので、階段を作ります。まずこんな感じで、まず、これをつける場所なんだけども、この白のところかなって思ってんだよね。この位置難しいな。下側につければいいのか。しますね、この位置を下からつけちゃおう。玄関とかちょっとまだいろいろとね、形が変わるんで。こんな感じでしょうか。もうちょっとなんかせり出してもいいよね。
そうするともう一段上から作るというのが良いのかな。上に、階段のこの上に。こういうことですよね。いやー、落ちちゃった。これ難しいんだ。ね、1段目だけ壊すの。寝まーす。違う、そこじゃない。置けないのかな、ここに。置く必要、ここ。難しいな。置いて、これね。
再び。これで一周かな。まだこれ下の段削っちゃダメだったんじゃないの。ダメか。とりあえずどうせここに1個コンクリートを挟むんで、こんな感じってことだね。要するにね、コンクリート挟まなきゃいけないんだけど、コンクリートが足りるかなって感じなんで、ね、ここあと水かけらんないんで先に固めてしまいます。わあ、すごいよく見えるな上から。あ、畳いい感じだね、こっから見るとね。これなんか畳感が出てるわ。これあれじゃなくて、コンクリじゃなくても良かったのかもしれないね。ああ、石を裏に詰めるか。そっか、屋根だかな。屋根の裏ってどうなってんだ。やっぱり屋根と同じ素材なのかな。こっちが見栄え的にいいんだろうな。石の方が綺麗かな、見た感じね。ちょっとじゃあ石でいこうか。で、階段をこうつけていくと。
これ多分、すごいいい感じの、ね、おしゃれな感じに。なるんじゃないかな。ちょっとじゃあ上からも見ていきましょう。ああ、いい感じ。ああ、いいね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 。これで OK かな。ああ、いい、あ、屋根っぽくなったわ、一気に。うん、で、階段だからね、モンスターも湧かないんでね。いや、いいね。ほらほらほら、ちょっといい感じじゃない？ああ、良くなったね。いやー、よし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 。いい感じ、いい感じ。よし、じゃあ今日はちょっとこの辺で、じゃあ終わりにいたしましょうか。ね。次はこっちのね、畳。まあ、12畳の、まあ、モデルとした形ですね。畳と、あとはこの周りの、屋根でございますね。いい感じになりました。ということで、本日はこの辺で終わりにいたしましょう。ここまでご視聴ありがとうございました。よかったですね。チャンネル登録やコメント、よろしくお願いいたします。Twitch や Twitter もね、ぜひとも、フォローしてください。ではまた見に来てください。ありがとうございました。